なあ、あれ考えてみた？あれって？なんだよ、もう忘れちゃったのかよ。って、何のことか分かんねえよ、それじゃ。だから、この前言ったろ、お前に欲情するって。 あれどう思った？なんでだか分かった。ちょっとは考えてくれた？お前、セクハラだぞ。なんだよ、俺は真剣に。お前なしって言ったじゃん、忘れろって。だから俺考えてねえよ。今言われるまで綺麗さっぱり忘れてました。それにお前今彼女いるじゃん。綾乃のことはトールとは関係ないだろ。お前俺のこと何も考えてくれてなかったんだな、冷てえの。そんなこと知るかバカ。おいトール、何が冷てえのだ。どっちがだよ。今頃あんな話を蒸し返してどういうつもりだよ。俺のこと混乱させて、そのくせ知らん顔でさっさと彼女作ってさ、バカバカ、リョウジのバカ野郎。リョウジ、今日も部活か？俺はお前と違って真面目だからな。何怒ってんだあいつ。なあトル。さあ、怒りたいのはこっちの方だよ。そういや、お前も5時間目の後から変だったよな。リョウジと喧嘩でもしたか？あ、もしかしてあいつお前に言った？何を？浴場するとかなんとか言ったんじゃないの？なんです。前にバスでリョウジと一緒になった時、リョウジが言ったんだよ。それに最近お前変だったし、行っちまったのかなって。あいつ女には不自由してないはずだけど、お前顔かわいいし見ててムラムラしちまったんかな。かわいいってなんだよそれ。そこいらの女の子より断然かわいいぜ。でもなトール、ムードに流されんなよ。あいつの気まぐれに振り回されたらお前が傷つくだけだぞ。ただしはどう思う？どうって言われてもな、あいつも自分で分かってないみたいだぜ。彼女とやってても行く瞬間にお前の顔が浮かぶなんて、お前にも彼女にも失礼な話じゃん。え、ちょっと待てよ、どういう意味だよそれ。リョウジ、お前にそんなことまで言ってんの？まあな、お前の顔を想像していくってのはマジらしいぜ。さすがのリョウジも煮詰まってるみたいだな。まあ気にすんなよ。気にするよ。思春期の気の迷いだろ、よくあることじゃん、同性に憧れるってさ。よくあることなのか？体育会系のクラブとかだとさ、割とよく聞くぜ。だったら俺の領事に対する気持ちも変なものじゃない？そういったのも結構多いらしい。ただしも俺は違うって、女の子大好きだからさ。まあ領事もそのうち収まるだろう。ああいうあけすけなとこ、いい時と悪い時があるよな。でも許してやれよ、多分悪気はないんだろうからさ。じゃ俺帰るわ。許すも許さないもないんだけどな。許されない思いを抱いているのは俺の方だ。でも俺、お前見てるとなんか欲情する。あれどう思った？なんでだか分かった。ちょっとは考えてくれた？これ以上気まぐれに俺の心をかき乱さないでほしい。